両親の元を離れ、僕と兄のクーヤは祖父の住む町へとやってきた。都会では考えられなかった素朴で美しい町。そこで出会った二人の女の子、ハルカとユズキ。僕はあの美しい姿を見た時から、いや、初めて会った時からハルカに心奪われていたのだろう。どうかした、カエリくん。一目惚れだったなって。もうハルカ、僕の愛しい恋人。もっといっぱい勉強しますね。あなたをいっぱい気持ちよくしてあげられるように。ナチュラルバケーション、ジ・アニメーション。この町に来てもうすぐ1年か。ここは全然変わらないな。はるか？あのですね。ん？私、夢があるんです。私がこの街を好きなことはご存知ですよね。そしてこの街の人口が年々減っていることも。私はずっとこの街の役に立ちたいと思っていました。私を育ててくれたこの場所に恩返しがしたいって。私の唯一の取り柄である料理を使ってこの街を活性化させようって。それが夢？はい、ずっと言おうと思っていたんです。だけどあなたと過ごす日々が楽しくて愛しくて、でもやっぱり夢を叶えたいんです。私、県外に進学します。料理の勉強をしていつかこの町に戻ってきます。待っていてくれますか？待たないよ。え？待たない。僕は遥と行くよ。カエリくん、この一年ここで暮らしてとても楽しかった。幸せだった。だけど、それは君がいたから。君がいてくれたからなんだ。だから、僕もこの街を出る。君の夢を支えたい。それが僕の夢だ。カエリ君、